ですか？え、もしかして先輩ハーツムの料理が食べたくてボツで飯食ってるのかしら。今日も豚みたいにこうして踏みつけたくなるくらい可愛い。かわいそうな先輩に。はい、ハーツムの愛妻弁当よ。って誰が愛妻よ、先輩のくせに。お前が言ってんだろ。それにしても今日のハーツムこっちゅんくさいな。お前てか近く猫の距離、僕の心臓ドキバクハーツムちまで今にもハーツムの髪の毛摂取したいよ。まだまだハーツムについて語りたいけど尺が全然足りない。何これ、餃子とご飯？お寿司に決まってるじゃない。寿司？これは明らかに遠回しに好きと伝えた欲求の表れ。何を食わされるかと思ったけど普通に美味しい。先輩、はい、あーう、あーう、あーう、そうか、僕はこのために生まれてきたんだな。生まれてきてよかった。これ何？何って